羽島郡宜南町長選挙の開票結果です。当選、後藤由紀さん、無所属新人4652票、朝倉修一さん、無所属新人4053票、新人の後藤さんが同じく新人の朝倉さんを退け、初当選を果たしました。 これから町民の皆様と一緒になってこれからの避難庁を作っていきたいと思っています今後も皆様とともに夢と希望の持てる笑顔あふれる町を皆様とともに作ってまいりたいと思います今回の選挙では 小島秀夫前町長のセクハラ問題で失墜した調整への信頼回復が争点となっていました。なお、投票率は42.73%で、前回選挙戦となった2020年の40.63%を2.1ポイント上回りました。